コンタヌー青田抜きひろまるです。今回の動画はウォッカ&グラスワンダーアクエリアスター育成魔改造ということでですね、今回は、ウォッカとグラスワンダー魔改造をしてみてで、ルームマッチで結構いい感じに走れてますね。皆さんに共有したいと思います。今回の動画ではいつも通りポイントだったりあとはルームマッチの映像を交えてできるだけ簡潔にお伝えしたいと思うんですが、それプラス魔改造のキャラの中でこの2人がおすすめ、できる理由というのも自分なりに、ありますんで、それも含めて、織り交ぜながら話していければなと思います。今後も生配信や動画を通じて他にもいろんな馬娘チャレンジしていく予定ですので、もしよかったらこの機会にチャンネル登録ぜひご検討よろしくお願いいたします。ほな早速いきましょう。はい、ではウォッカの育成馬娘詳細見ていきたいんですけども、その前にまずはウォッカとグラス共通して魔改造が必要なキャラの中でなぜ、まあ、ウォッカとグラス、まあ、個人的な理由なんですけどもおすすめできるかなっていうところを簡単に3つ、紹介したいと思います。まず1つ目がグラスウォッカ共通してですね、メシロライアンとオグリキャップと非常に相性がいいっていうところ。大体ウォッカとグラスは後方客室で運用することが多いと思うんです。大体差しだと思うんですけども、そうなった場合固有の継承スキルでつけたいのはアナボリックプラス最終直線の何がしみたいなのが、あ、まあ、基本的なオーソドックスな考え方と思うんですけども、その、ライアンと、勝利のほどオグリに対して非常にもたまたま相性がいいっていうところがあると思います。まあ、このウォッカとグラス、育成するときに親でメジロライアンとオグリキャップをインシケーションで選ぶと大体もう相性値20丸で収まります。まあ、そうすると僕の体感なんですが相性値20丸だったら結構赤石が他よりもまあ飛んできやすいっていう個人的な体感がありますので、まあ、丸でも飛んでくるっちゃ飛んでくるんですけどね。まあ、全然でも20丸の方が、まあ、長くやっとったら赤石飛んでくる回数は多くなると僕は思っていますんで、そういった意味でメジロライアンとオグリキャップつけたい固有スキルを持ってる馬娘に対してウォッカとグラスはたまたまもう2人相性がいいっていうところが一つ理由として挙げられると思います。続いて2つ目なんですが、見ていただいたら分かる通り非常に優秀な成長率してます。ウォッカはスピード 10% パワー 20%、 そしてグラスはここは逆転するんですけども、スピード 20% パワー 10% です。まあ、これは何がいいっていうと、まあ、ステータスがほんまに仕上がりやすいっていうところですね。特にマイル向きなステータスに仕上がりやすいので、まあ、非常に優秀な成長率してますので、毎回毎回育成何回も周回していくと思うんですけども、その中で大体もうステータスは安定していいステータスを育成しやすいっていうのがこのウォッカもグラスも共通して言えるところやと思います。まあ、ここのステータスがいい具合に毎回毎回安定して仕上がっとったら、あとはもうダートの魔改造ダートの適性飛んでくるの待つだけみたいな状況に、持っていけるんで、ここの成長率が非常に優秀、2人とも、共通して優秀なのが一つ点として挙げられると思います。そして3つ目なんですが、覚醒のスキルが非常に優秀っていうところ、特にまあ今回みたいな加速スキルのトリガーをちゃんと2人とも持ててるっていうところですね。まあ、ちょっとグラス見ますか。グラスも乗り換え上手もともと持ってます。まあ、ここも何がいいかというと、まあ、ステータスが毎回安定的に仕上がってで、スキルも、まあ、事故が起きにくいっていう、まあ、よくあるのがステータス仕上がったけどサポカの編成の中で、まあ、SS レアの、まあ、金スキルがもう最後までイベント走らんかったとか上げませんとかいろいろあると思うんですけども、その中でしっかり加速のスキルのトリガーちゃんと自分で持ててるっていうところが非常に優秀なところです。なので、まあ、ステータスとスキルが毎回毎回安定して、まあ、あの整いやすいっていうところが2つ、2人とも共通していいところだと思います。ウォッカ合脚持って、しかも差し切りも自分で持っているので非常にウォッカ特に、優秀なものを持っていると思います。もう僕はもう魔改造のキャラの中だったらこの2人ほんまにおすすめできるキャラかなと思います。では戻りまして、ウォッカ自身のポイント育成娘詳細の中で見ていきましょう。最初注意すべきところ、適性の中にあります。ちゃんと青春爆発が散ってしまわないように、ダートとマイルだけで赤石固めるっていうところですね。逃げ先行が簡単に、赤石入っとったら上がってしまうんで、ここが A に上がっちゃうとほんまに欲しい、スキルが、青春爆発で取れなくなります。なのでダートとマイル、だけでしっかり赤石は固めましょう。ダートは、10個以上でもともと C からスタートできます。でマイル S もやっぱり距離適性 S 強力なんで、マイル適性もちょっとマイル因子もですねちょっとちょろっと入れるっていうことがポイントですね。で次成長率は非常に優秀です。で次、覚醒スキルなんですが、レベル5の合脚、取れるまで、しっかり覚醒マックス上げるようにしましょう。はい、では続いて育成結果の画面に行って編成だったりインシケーションの部分お話ししていきたいと思います。そっちの画面行きましょう。はい、ではこちらが育成結果の画面なんですが、簡単に、編成の部分見ていきます。
この6枚で行きました。樫本は、マイル以上のスタミナ確保するスタミナ要員と、一応やる気、のマネジメントするお出かけ要員ですね。で次北さんに関してはコーナーが全然取れなかった場合のプロフェッサー、コーナースキルの保険と、あとはスピードしながらのパワーボ、捨て上げ要員です。で待ち金に関しては一応差しコーナー一応ピン差しで持ってるんですけども、なかなか差しコーナーは落ちにくいんで、捨て上げというか、超絶上振れ、要員です。で、ビコに関してはスピードボーナスとトル効果20生かして、捨て上げ要員で、姉ちゃんに関しては乗り換え上手要員と、トル効果レスボー要員です。でフレンドさんにお借りしたのは西のフラワー、ほんまにな西のフラワー強いよこれは。先行だったらファイン借りることが多いかもしれませんが、逃げとかの場合でも、両馬場根幹持ってますし、逃げの地固めトリガーのミドルスキルも落とせるし、賢さで取る効果が高いっていうのはほんまに西野は強いです。先行でももちろん使えますが、今回の育成ではかなり合致したと思います。で次、継承なんですが、最初言った通りライアンとオグリにしました。こっちが、ダート8でスピさんパワーに賢さ1ですね。でこんな感じ でこっちがオグリがダート6マイル3、青石に関してはパワー4賢さ2です。で祖先のデジタル、ここら辺前列狙いとかマイルコーナー、ここら辺のデジタルの白石が、ちゃんと飛んでくるかがちょっと肝に、なっております。はい、ではステータス見ていきましょう。ちょっともうシニアね、もうちょパワー賢さ上げきれんかって、この育成の様子は非常に悔しかったんですけども、生配信のアーカイブですね、概要欄に貼ってありますんで、詳細気になる方はぜひ育成の様子、見てみてください。ただダート A マイル S まで引けたんで、適正な部分はほんまに勝ったかなと思います。で次、スキル構成なんですが、結構マイルコーナー20丸だったり前列狙いもデジタルからもらえて、で乗り換え合格っていう加速トリガーもちゃんとあって、勝利のコードアナボリック、そして両馬場、持てていたんでパワーちょっともう上げきれなかったところをなんとかカバーするみたいな、ことにできたのかなと思います。スキル構成的にはおおむね、いい感じだとは思います。ほなこのウォッカが今のルームマッチどんな感じか、皆さんと一緒にその映像を見ていきたいと思います。いきましょう。はい、ではルームマッチの映像を見ていきたいと思います。今回の客室分布的には、逃げが2、そして先行が2、そして差しが4で追い込みが1っていう風な客室分布でした。結構このレース展開的には前が引っ張っとって縦長になっとったんですけども、差しとか追い込みは早めに加速決めて、最終直線速度スキルを決めなきゃ勝てんっていうレースだったんですが、ウォッカしっかり、自分自身の固有も決まっていいレースができたかなと思います。でマイルコーナーとかで一応先頭に離されないようについていって、でおぐり、クリオグリのミラクルランがここで接続してるんですよね、相手で。アナボリックの位置だったんで、アナボリックからの早めの乗り換え上手が出ました。ほんで前列狙いでいいレーンを取って加速していってます。で一番最後、勝利の行動と、あと自分のカッティングドライブが出ますね。でここら辺の位置で出ると思います。ここで出ます。大体この自分自身のこういうカッティングドライブは、鼓動ぐらいの位置って覚えていただいたら大丈夫かなと思います。短距離マイル、だったら結構有効に、かなり強いスキルかなと僕は個人的には感じてます。条件的には3番手から5番手で、後ろに馬娘が1馬身ぐらいでおったら出るスキルなんですけども、さすがやっぱり東京1600、ダートといえど東京1600に強い、スキルマイルで強いですね、このウォッカのカッティングドライブは。で綺麗に差し切ったっていうレースができたかなと思います。あそこでほんまに勝利の行動の継承も大事だったんですけども、ウォッカ自身のカッティングドライブがなかったら、差し切るまでちょっと行きにくかったと思いますん でいいレースができたかなと思います。で次はグラスワンダーのパート行きたいと思います。行きましょう。では続いてグラスワンダーのパートを行きたいと思います。グラス、注意すべきなのはウォッカと同じくちょっと得意なところがあります。中距離ですね、中距離の赤石を1個以上入れちゃうと中距離が A に上がってしまうので青春爆発が散ってしまいます。絶対に中距離の赤石は入れないようにしましょう。ダートとマイルだけで印象を固めて、ダート10個以上でマイルも S 狙うためにちょろっと入れるっていう風なインシケーションをぜひしてください。で成長率も、ウォッカとこう逆転してるんですけど、スピード20パワー10でめちゃめちゃ優秀です。スピパーでもスピケンでもいいかなと思います。で覚醒のスキルはぜひレベル5の乗り換え上手、乗り換え上手が取れんかったみたいな事故が起きないように自分で取れるように、レベル5のマックス乗り換え上手まで、取れるようにしておきましょう。では続いて育成結果の画面に行って、インシケーションの部分だったり編成見ていきたいと思います。いきましょう。
はい、では育成結果の画面にやってきましたが、編成の部分とインシケーションを見ていきます。この6枚でいきました。ウォッカとほとんど同じなんですけども、ウォッカと違うのは、豪脚を取るためにおぐりを入れたっていうところですね。ここが一つ違うところです。梶本はスタミナ上げ要員で、北さんはプロフェッサーっていう、コーナースキルの保険、要員で、尾行は、捨て上げ要員とスピードボーナス要員で、オグルはさっきも言いましたが豪脚とパワー要因で入れました。でネイチャーは一応乗り換え上手持ってるんですけども、賢さ要因と、トレ効果、あとレスボー要因で入れました。でフレンドには同じく、西のフラワーを借りたとかで、本前の西の大活躍です。で、継承馬娘に関してはもうここ、ウォッカと一緒なんでもうチラッといきます。大体ほんまにグラスとウォッカ2人とも差しだったんで、この、ライアンとオグリのこの因子が、活躍をしてくれました。ではステータス見ていきたいんですが、もうスタパワーがちょっと惜しかった。だからおぐりの機嫌よ。このグラスもですね、生配信で育成したグラスなんで、アーカイブも概要欄に貼っておりますので、ぜひ育成の詳細、気になる方は見てみてください。でただウォッカに比べて賢さがほんまに上振れました。このウォッカと同じ内容なんですけど、全然こっちのグラスの周回の方が賢さかなり上振れたかなと思います。2枚で1000までいくと、成長率もないし思ってなかったんですけども、相当上振れてくれたんですが、そのしわ寄せがスタパワーに行ったんかなって感じです。ではバランスいいステータスが できたかなと思います。緑スキルとかでも、ちゃんとスタミナとパワーカバーできてるんで、ギリ OK かなって感じですかね。で適正のところはまた後へちゃんとできて、マイル S ウォッカと比べて引けなかったですが、ダートへちゃんとできたんで良かったですね。で、スキルに関しては、ミドルスキル、ほんまに西のフラワーのおかげっていうのもあるんですけども、ほんまに乗り換え合格、そしてマイルコーナー20丸で、ほんで継承で前列狙い、ほんで青春速も取れましたし、タッチーってなんやね。スキル構成的にはだいぶ、満足しております。では続いてこのグラスワンダーも今ルームマッチでどんな走りなのか、皆さんと一緒に確認していきましょう。ほな映像レッツゴー。はい、ではルームマッチの映像を見ていきたいと思います。今回のルームマグラスのルームマでは、客室分布は逃げが3、そして先行が1、差しが4、追い込み1っていう風な客室分布でした。一番最初スタート切ったんですけど、なんかデジタルの背中にぶつかって後ろに1回追いやられるんですが、ペースアップとかちょっと高い賢さ生かして前に行くような動きを見せてくれてます。ここでマイルコーナー20丸もしっかり出たんで、今はアナボリック発動の位置にいることができてますね。このちょっと抜かれて7番手になるんですが、もうこうなったら乗り換え合格欲しい。乗り換えが出ました。で合格も早めに決まって、ほんで固有が出ます。でこのグラスの固有なんですけども、注意すべきタイミング、嫌なタイミングとしては、終盤入るまでに、今の、馬群の形見ていただいたら大体わりかし縦長になってるんですけども、こういう時は大丈夫なんですが、ほぼ丸に近いような、もう超絶団子状態の時に、最終直線入って加速何か決まって追い抜いちゃうと、すぐ追い抜いたら最終直線のほんまに早い段階出たら、そこまだちょっと加速中なんじゃないっていう風なタイミングもあると思うんですが、大体これぐらいの、馬群の感じで決まることが多いので、展開的にはこうなった場合、グラス、の加速という加速じゃない、最終直線のこの、固有のスキルとしてはほぼ有効に、出ることが多いと思います。特にグラスは東京の長い直線がこの固有は合ってると思うんで、今回のフェブラリーでは活躍できると思います。なおかつ乗り換えとか合脚とか金スキルが決まっとったら、より加速も進んでるんで、もう大体もう、有効というか強いスキル、最終直線の速度スキルになってると思います。ほんで今ですね、グラス前壁状態なんですけど、自分の水丸と相手のエルがいますね。この間を、前列狙いのスキルで割るような動きを今しました。でいいレーン選んで、そこからあとは突き抜けるだけ、いけグラスで勝利のことを決めて、外から自分のアマゾンも追いかけてきてるんですが、なんとかファルコ捉え切って抑え切るっていう風ないい差し切りができたかなと思います。マイル S 引け取ったらもうちょっと、楽な展開になったかもしれませんが、それでもグラス加速決めて、前列狙いで移動して、自分の固有でも、ちゃんと、吸い足生かして伸ばしてくれたんで、いい差し切りができたかなと思います。ナイスグラス、グラスも黄金世代で個人的に、好きっていうのもあったんで、いい魔改造ができたかなと思います。はい、では以上で、ウォッカグラスワンダーの育成の紹介一通り終了したいと思います。今回はいつもと違って1本動画の中で2人紹介っていう形を取らせていただきましたんで、いつもより説明がざっくりな部分もあったかもしれませんが、とにもかくにも言いたかったのは、魔改造が必要なキャラの中で後方客室だったらグラスとウォッカが特におすすめっていうのを言いたかったです。
今後も、生配信や、動画通じて他にもいろんなウマ娘挑戦して、そして紹介していきたいと思っておりますので、ぜひこの機会に、チャンネル登録のご検討よろしくお願いいたします。高評価やコメントももしよかったらお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。おっさぬ、最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。ぜひチャンネル登録とコメント、それとベルマークみたいな通知をオンにしてくれたら嬉しいです。ほな次の動画でお会いしましょう。アリーベデルチ。